や俺さ最近バイト始めようかなと思って。なるほどね。でいいバイトが何か探してるんだけど、いいバイトか知らないかな。それだったらさ、俺今工場でバイトしてるんだけど。工場でバイトしてるの。バイトリーダー。バイトリーダー。それじゃあ紹介できるからさ、どうぞ。すごい興味が教えてよ。今ね、俺の工場その業界でガンガン成長してるわけよ。ガンガン成長してる。みんな知ってて、ね、羨ましがられた。羨ましがられた。羨ましがられた。すごい気になるんだけど、どんな工場？知ってる？うん、行くよ、うん。バームとサル工場。バームとサル工場？知らない知らない知らない。皆さんご存知のバームとサル工場だよ。バームとサル工場。え、言い直されてもわかんない。バームとサルは知ってるでしょ。バームとサル。バームとサル知らないの？知らないわ。え？え、楽天してる？楽天してる。バームサルは？知らない。なんでバームサル知らないの？知らねえよ。え、外国人選手？いや、そういうことじゃないけど、いろんなところで今使われてるわけよ。いろんなところで使われてる。どこで使われてるの？プリクラとか。プリクラ。お風呂。お風呂。スリッパ履くとき。スリッパ履くとき。全然わからない。共通性がないもん。一番使われるのはやっぱスリッパ履くときから。スリッパ履くとき。うん。いや、使わない。何バームとサル。そうだ、バームとサルの話で思い出したんだけど、昨日うちのばあちゃんさ、なんかわかんないけど、バームとサルお尻に貼ってたの。お尻に貼っちゃった。いや、どういうこと。なんでかわかんないけどって、案の定、次の日、くるぶし1個増えてたの。くるぶしが1個増えた。どういうことか全然わからないんだけど。いいよな。でも可愛いの基準もわからない。本当に。で、どうぞ、バームとサルコード働く。でも全然わからないけど、働く上で大事なのは、時給とか気になるんだよね。時給1ニッパ1280円、すごいいいじゃん。12800円。12800円。高っ。めっちゃ興味出てきたんだけど。やるやる。じゃあちょっと業務内容とか教えてよ。それだったらさ、今からさ、この業務、あの作業工程教えるから、ただ教えて分かってるんですよ。ミスとかしたりすると、うちのね、本当に工場長、平気で太平洋沈める。太平洋沈める。沈める、置いといて。沈める、怖いな。置いとく、置いとく。まず一番最初に覚えてほしいのが、工程1。工程1、バームとサル磨き。バームとサル磨き、いや全然わかんない。俺の動き見れば簡単に真似すればできるから。真似すればできる。バームサル磨き、こう、この動き。いや、どうそれ。なんなんだよこれ。上にバームとサルみたいなの流れてきて、これで磨いてるってことなのね。なんかサザエさんのエンディングみたいな顔してるね。頑張ってるね。でも全然違うんだよ。全然ダメなの。足を使わないと。足？いや上で手磨くんだから足必要ねえだろ。バームとサル磨くの足だから。足で磨いてたんだよ。しっかり見て。しっかり。いや動いてねえだろ足さ。全然足使ってねえじゃねえか。スーミクロ動いてるんだよ。スーミクロ。1秒120回。1秒で120回。いやすごいなバームとサル磨き。いやなんでじゃあさバームとサル磨く必要があるの？それはもちろん。赤ちゃんの安全性を保つためだ。赤ちゃんも使ってんのか。そう。いや全然わかんない。2個目に分かっておいてほしいのが、あの工程2なんだけど。工程2。バームとサルの芯抜き。バームとサルの芯抜き、はあ、全然わかんない。見当もつかない。でこれはね、俺の動き見れば、あ、芯抜きってそういうことねってなる。あー、なるほどね。全然わかんない。全然わかんないよ、動きじゃさ。わかんないやろ。いや、バームサル真似から入るからさ、やってみて。全然違うんだ。ほら、やっぱり。なんで眉間にシワを寄せないの。いや、関係ねえだろ。眉間にシワは関係ねえだろ。やってみて、しっかり。はぁ、おいしょ。無理だよ、こんなの。お前、天才か。できてたろ。今のでいいの。すげえな。なんかわかんねえわ。じゃなんで芯抜きなんてすんの、バームとサル。それはもちろん、赤ちゃんの安全性を保つため。また赤ちゃんかよ。どんだけ危険なんだよ、バームとサル。あ、ちょっと待って、工場長から電話来たから。あ、いいけど。あ、もしもし。いや、全然バームとサルわかんねえな。はい、なんだよ。あ、昨日のバームとサルの売り上げですか。あ、5億6000万円。5億6000万。5億6000万。昨日食事会来ましたよ。食事会喜んでましたよ、オバマ大統領。オバマ大統領とバイトリーダーの分際 で、あのバイトで紹介したやつがいるんですよ。俺のことか。やっぱそうですよね。え、工程3ですよね、やっぱ問題は。工程3。工場長。え、素人にいきなりは無理ですよ。なんなんだよ、工程。下手したら死にますよ。下手したら死ぬ。死にたくない、死にたくない。なんなんだよ。やらせるだけやらせます。はぁ、もしもの時は、
太平洋沈めますよ。お前沈めるって言ったな。お前今沈めるって言っただろ。じゃあ大丈夫だ。あの皇帝さんは2人1組で一緒にやるから。2人1組で俺も全力でサポートするから。いや絶対沈められたくないよ。作業が2つあって。作業が2つ、どっちか選んでほしいんだよ。2つあるのか。桑田と清原なんだけど。桑田と清原野球の KK コンビじゃねえかよ。そう、どっちがやりたい。いや全然わかんないよ。お前の精神がかかってるんだよ。いやそうだけどわかんないよ、どっちがどっちかなんて。桑田っぽいな。どういうこと。膝小僧が桑田っぽい。膝小僧がどういうことだよ。じゃあ桑田な。清原。分かった。清原。うん、これ作業だから真剣やるよ。うん、まず清原こう。ただ違う。ベガスベガス。もう野球の CM のベガスベガスの清原じゃねえか。ベガスベガス。清原じゃねえか。何言ってんだよ。野球。何言ってんだよ。これが清原。これが CM の清原なの。じゃあ桑田は何をするの。桑田はもうおなじみだよね。桑田の。おなじみ？投げるとかな。ああ。それ。これがなんだよ。それ。おなじみのね。おなじみじゃない。ああ。これが桑田なのね。俺がこれやればいいの。俺が清原やったら桑田やってほしいの。俺が清原やるまで桑田やり続けて。清原やるまで桑田やり続けろ。そう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 。大丈夫。ベガスベガス。いやー！いやー！大丈夫。ベガスベガス。いやー！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 紹介してくれよ。ハニートムトム制作所っていうの。もういいわ。どうもありがとうございました。